この度は、令和4年度経済産業省委託事業、中堅中小企業向け税務セミナー、進出先国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供セミナー、オーストラリア編をご視聴いただきまして、ありがとうございます。KPMG 税理士法人におきまして、M&A グローバルソリューションズというチームで、M&A と国内国際税務を担当しております、パートナーの吉岡と申します。本日は大きく2点ですね。移転確税制の以外のオーストラリアの税務上の留意点を私、吉岡が、移転確の留意点を移転確チームが解説させていただきます。また、動画の最後にですね、アンケートが出てまいりますので、お手数ではございますが、ご協力のほどお願いいたします。皆様からのフィードバックが来年度以降の経産省様の本委託事業の改善につながりますので、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、私の担当パートのスライドの構成はこちらのようになっております。それでは早速内容の解説に移らせていただきます。はい、オーストラリアの税制概要ですね。オーストラリアはですね、法人税は国税のみで税率は30%となっております。はい、そうですね、その括弧に書いてますけども、小規模企業は25%の税率ありますよとありますけども、この書いてある合計年間総収入額っていうのは、そのオーストラリアの子会社だけじゃなくて、親会社も含むグループの売上で判定するみたいな話があるので、なかなかですね、日本の企業のオーストラリア子会社は、この25%の軽税率っていうのを適用することは難しいというのが実務的なお話かと思います。はい。あと、まあそうですね、課税年度がですね、7月1日から6月末というのが、原則というのが、まあ、オーストラリアの独特なところですかね。で、まあ、会計年度で、その実際の、そうですね、会計年度を選択することができるという話はもちろんありますというところでございます。あと、このオーストラリアであるところとしては、給与税ですかね。給与税といって、まあ、これ、州税ですけども、あと、印紙税ですかね。印紙税も州税ですね。これが、まあ、各州で、税率が異なって、まあ、頻繁に変更されるものというところで、注意が必要ですね。あと、フレンチベネフィットタックスという独特の税制がありまして、従業員に対する、この経済的便益の提供に関しては、従業員に対する、する個人所得税が課税されるんじゃなくて、その給付をした企業に対して、この FBT とフレンチベネフィットタックスというものが課税されるというところで、まあ、かなり高額の税率、47%の税率で課税されるというところで、そうですね、給与で払った方が安いんじゃないのみたいな話があったりして、まあ、ここの比較検討みたいな話もよく出てくるというところがございます。はい、こちらですね。オーストラリアの法人所得税のところですけども、税率については先ほどのスライドと重複している部分がありますけども、例えば、欠損金が何年間繰り越せますかとか、キャピタルゲインとロスって区分しますかとか、租税債権の時効は何年ですかとか、連結納税制度ってありましたっけとか、一般的な税制改正の時期いつですかね、という話が書いてあるスライドになります。欠損金のところですけども、オーストラリアに関しては、欠損金は無期限で繰り越しができるというふうな制度になっています。ただし、所有継続テストや、もしくは、事業継続性テストを満たす場合にのみ、将来の課税所得を相殺することができるということになってますので、そうですね、株主の変更とか、事業の内容の変更みたいなときには注意が必要ということになるかと思います。はい。あと、キャピタルゲイン課税についてはですね、オーストラリアでは、キャピタルゲインの、キャピタルゲイン税資産、CGT アセットですかね、にかかるキャピタルゲインっていうのは、通常の所得と合算して同じ法人税率で課税されるんですけども、CGT アセットにかかるキャピタルロスは、当期または将来のCGT アセットにかかるキャピタルゲインとしか相殺できないというような、ちょっと複雑なルールになっているので、注意が必要かと思います。
はい。あと、まあ、連結納税制度もありますよというところですかね。はい。100%の支配関係を前提としてますという話になります。あと、ちょっとオーストラリアあるあるですけども、その外国からの、エントリーポイントっていうんですかね。まあ、日本親会社がオーストラリアの子会社を、2つ横並列で持ってますみたいな。そういった状況でも、オーストラリアで連結納税ができますよと、横並びで100%支配されてますっていう状況でも、連結納税できますみたいな論点があったりします。はい、こちらですね、法人所得税の計算上注意を要する項目ということで、所得計算を行う際の申告調整項目を記載したスライドになっています。はい。そうですね。まあ、左側を見ていただくと、損金不算入項目で会計上の減価償却費を足しますと。で、損金算入項目で税務上の減価償却費引きますみたいな書いてますけども、まあ、イギリス系というところで、そうですね、イギリスと似たようなルールということで、まあ、キャピタルアローマンス制度というものがありまして、会計上の減価償却費は、まあ、全額まず損金不算入にしたので、税務上の減価償却費を引きましょうみたいな話の制度設計になっているというところですね。あとですね、支払い利子のところにもありますけども、まあ、支払い利子は原則として損金算入できるんですけども、過少資本税制というものがありまして、一定の基準を超える過大借り入れにかかる支払い利息は損金算入できないというルール設計になっています。ただですね、この制度ですけども、2022年10月発表の連邦予算案において、改正が行われることが発表されています。あと、配当に対する課税なんですけども、オーストラリアの会社、投資先からの配当に関しては、インピュテーション制度というものがありまして、そうですね、まあ、そうですね、実質的に免税にはなるんですけども、そうですね、子会社レベルで払った税金をグロスアップして、課税した上で税額控除するみたいな形で、その免税を実施するというような制度設計になっています。で、一方ですね、外国法人からの配当に関しては、10%以上の議決権を有する場合には、その子会社からの配当に関しては、免税になるという、いわゆる資本参加免税制度も導入されています。はい、こちらのスライドがですね、オーストラリアの子会社に資金注入したときと、こういうところですね。なんで、オーストラリアの子会社から支払い利息が親会社に生じますみたいな場合に、どんな論点が出ますかというところで、利子控除制限制度の話を記載しています。先ほどお話しした通りですね、オーストラリアでは過少資本税制が導入されているというところです。で、負債資本の比率として1.5対1というところがありますけども、厳密には総資産の60%みたいな計算の仕方をするということになっています。総資産の60%を超える部分が過大な借り入れですよという話ですね。はい。で、その過大な借り入れに対応する利子の損金算入が認められるという話です。こちら、繰り返しになりますけども、税制改正の予定があるというところで、また後ほどご説明させていただきます。はい。で、資金還流時の源泉税なんですけども、配当に関しては、そうですね、課税済み所得からの配当の場合は、源泉税かかりませんと。という話になってますけども、そうではない部分に関しては、源泉税がかかりますという話があるので、注意が必要ですね。ただ、日本とオーストラリアの租税条約に基づいて、特典制限条項はありますけども、源泉税が、まあ、そうですね、持ち分比率に応じて0%になる場合もあれば10%みたいな話があるというところですね。はい。で、支払い利息に関しては、国内法の源泉税10%、源泉税率と、増税条約上の、
公言税率一緒、制限税率一緒ですと。で、ロイヤリティに関しては国内法の源泉税率30%を、法税上額だと5%ということで、まあ、だいぶ下がりますね、という話があるというところでございます。はい、こちら、オーストラリアの事業から撤退する場合の課税関係ですね。オーストラリアの子会社の株を売りましたというときと、オーストラリアの会社を清算して財務財産の分配を受けましたと。という話の2パターンが書いてあります。はい。で、そうですね。オーストラリアの株を売りましたっていう時に、オーストラリアで課税ありますかというとこなんですけども、オーストラリアの国内のルール上は、外国人がオーストラリアの株を売っても原則課税しませんというルールになっています。ただ、課税オーストラリア資産と言われる、わかりやすく言うと、オーストラリアの不動産、保有法人ですかね。の株を譲渡するとなると、オーストラリアでも、それに課税権があるというようなルールがございますので、このオーストラリアの不動産保有法人かどうかみたいなところが、この譲渡益課税の判断ポイントになります。で、課税される場合は、30%の税率で課税されるという話がございますので、注意が必要ですね。はい。あと、オーストラリアの株の譲渡となると、特にそうですね、オーストラリアの不動産を保有する会社の株の譲渡に関しては、そうですね、オーストラリアのランドホルダービューティーと言われる、印紙税の一種ですかね、というものの課税があるので、これは通常は買い主に課税されるんですけども、この取り扱いっていうのが注意が必要という話がございます。はい。精算時の課税はご参考までですので、お時間のあるときにご確認ください。はい。こちらの表ですけども、見方としては、オーストラリアの会社が、オーストラリアの会社に投資してますとか、オーストラリアの会社が、オーストラリアが国外の外国の会社に投資してますというときに、それぞれの投資先から配当をもらったらどうですかと。どう課税されますかとか、それぞれの会社の株を譲渡したらどういう課税になりますかみたいな話が書いてございます。はい。で、オーストラリアではですね、国内の配当は適格、課税済み所得からの配当であれば、実質的には非課税になるという話があるというところですね。はい。で、オーストラリア法人株の譲渡は、通常、キャピタルゲインアセットを CGT アセットのに該当するということで、課税所得に含められて30%で課税されるという話になるかと思います。で、一方ですね、外国の関係会社からの配当ですけども、議決権の10%以上を保有する外国関係会社からの配当に関しては、資本参加免税制度があるということで、課税されないという話があります。で、同じようなルールとして、株の譲渡に関しても、10%以上を保有するものに関しては、非課税という制度がありますよと。条件がありますけどもね。はい。そういった話があるので、そうですね。そうですね。こういった、持ち株会社的な使い方っていうのも、一つの、オーストラリアとしてはですね、一つの使い方ができるのかなというところがありますけども、CFC 税制ですね。コントロールフォーエンカンパニールールがあるので、ここは注意が必要ということですね。オーストラリアも外国会社合算税制があるので、この CFC に該当する、オーストラリアから見た海外の子会社の所得について、オーストラリアで課税されます、することもありますよというところで注意が必要かと思います。はい。こちらのスライドはですね、法人税以外の細かい税金の話が書いていますので、お時間になるときにご確認いただければと思います。はい。こちらですね、オーストラリアでの優遇税制ということで、そうですね、あまりないというところなんですけども、この研究開発税制についての記載をさせていただいております。こちらの別途ご確認いただければと思います。はい。こちらはですね、オーストラリアに進出する場合の
携帯として子会社、支店、デザイン事務所、出張ベースありますよということで、それぞれのメリット、デメリットを記載させていただいております。お時間のある時にご確認ください。はい、オーストラリアのパーマネントエスタブリッシュメント PE の累計ですね、記載させていただいております。はい、まあ、サービス PE というのもありますよとか、建設 PE がありますよみたいな話が、まあ、一つのポイントかと思います。はい、オーストラリアにおける税務調査から税務訴訟にどうやって進んでいくのかというプロセスについての機会になりますので、ご参考までとさせていただければと思います。はい、ホットトピックですね。そうですね、オーストラリアではこの4つホットトピックを挙げさせていただいております。はい、すべてこの税務調査でよくある指摘事項となります。ですね、一つ目がですね、税務当局によるトップ1000企業に対するレビューというようなものになります。レビューっていうものなんですけど、まあ、税務調査の手前の、まあ、その、税務体制をチェックするというような、税務当局の作業になりますね。で、このレビューで、問題が見つかったら税務調査に発展するみたいな話になってまして、まあそうですね、この売上トップ1000という企業に対する、レビューっていうのを、こう、順繰り毎年行っているという話があるというところですね。対象税目は法人税と GST ということになっております。で、二つ目の論点、これがそうですね、よく出てくる論点です。輸入ハイブリッドミスマッチ規定と ATO、オーストラリアタックスオフィスのガイドラインというところでございます。はい、まあ、そうですね、輸入ハイブリッドミスマッチという話がありまして、これはオーストラリアの企業が直接関与するグループ会社ではなくて、グローバルのグループのうち、オーストラリアを含まないですね、国外のグループ会社のみが関与する取引についても、こう、元を辿っていけば、ハイブリッドミスマッチと言われる、まあ、その税の抜け穴を使ってるじゃないかみたいな話があるというところで、それをこう、ちゃんと、こう、探して、そういったものを使ってませんっていうことを、こう申告書に書いてくださいと。まあ、使ってる使ってないのをとか、そういったものを申告書に記載してくださいみたいな話があって、まあ、それをちゃんとこう説明できないと、払ってる対価については損金算入できませんみたいな話があるので、まあ、この対応ですかね、ないことを探すみたいな対応が、まあ、かなり、まあ、日本企業にとってはないことを探すみたいな対応がかなりこう、まあ、手間になっているという話で、まあ、一つのトピックとして入れさせていただいております。はい、こちらですね、三つ目のところが、先ほどお話しした過少資本税制の改正に関する論点ですね。改正としてはですね、この、過少資本税制ということで、負債と資本の比率みたいな話がありました、あるんですけども、そこを、まあ、いわゆる、そうですね。その、EBITDA ベースですね。課題意識税制に変えましょうというような方向で、そうですね。改正がされる予定だというところになっています。はい。こちら、まだ、そういった方向で、改正したいという連邦予算案が出たというところで、そうですね。この23年の7月1日以降に開始する事業年度からの適用になってますけども、この法案がどうなるのかというところの、こういう、動向の確認が必要というところを記載させていただいております。で、4つ目がですね、税務情報の一般開示制度になってます。これもですね、2023年7月1日以降ですね、税務当局へ提出する情報が一般開示されるというものがあったりというところで、そうですね、その税務ガバナンス系の論点もありますので、そうですね、この詳細が明らかになり次第ですね、
追加的に確認が必要と、こういうところかと思います。はい、以上私からのご説明とさせていただきます。KPMG 税理士法人の国際事業アドバイザリー部門で、移転確保を含む国際税務を担当しております、パートナーの須崎です。よろしくお願いいたします。ここからは移転価格税制の概要と最新の動向について解説をさせていただきます。移転価格の対象となる関連者ですが、オーストラリアの場合、資本関係について明確な定義はなく、独立企業間価格ではない取引によって税務上の便益を得ていれば、その取引相手がオーストラリア法人と特殊な関係を有するかを問わず適用されます。したがって、通常の移転価格よりも広い範囲がカバーされています。移転価格調査の時効は原則7年とされております。移転価格算定方法は基本的に OECD ガイドラインに準拠しています。大まかに言うと、価格自体を比較するカップ法、利益率を比較する方法、並びに利益配分の状況に基づき、判断する利益分割法の3種類となります。利益率についてはさらに、コストに対する利益水準や、売上高に対する利益率など、複数の指標が認められていますが、資源取引等については、カップ法の適用が、それ以外では TNMM 等に基づき、利益率が適切かどうかを問われる点が多いようです。国際的な二重課税を排除する手段として相互協議が認められています。日豪間では年2回程度の協議が実施されており、事前確認、いわゆる APA に基づく協議も含めて長年の実績があります。移転価格の妥当性を証明するため、移転価格文書、いわゆるローカルファイルの作成が義務付けられております。ローカルファイルは税務申告書の提出時までに同時に作成し保管しておくことが要請されており、通常は対象事業年度の6ヶ月半後となり、ローカルファイルのうち特に必要部分については12ヶ月以内に提出が求められます。ローカルファイルの提出義務を果たさなかった場合、最大で52万5千オーストラリアドルの罰金が科される可能性があります。マスターファイルの作成・提出の規定も設けられており、連結で10億5ドル以上のグループの親会社に対して課されます。国別報告書については、連結収入が10億5ドル以上の多国籍企業グループに対して適用されます。ここではローカルファイルの規定について解説します。ローカルファイルはオーストラリア特有の内容となっており、OECD の基準、考え方と完全には一致しておりません。まず、一般的に言う移転価格文書、すなわち他国でのローカルファイルは、これまで通り全ての納税者が作成することが求められ、税務調査において要請された場合、原則28日以内に提出を求められます。それとは別に、ローカルファイルという規定が新たに設けられています。新しいローカルファイルの規定に基づき、何らかの対応が必要かどうかの判断をした結果、必要と判断された場合には、簡易版ローカルファイルの作成をするかどうかの検討がまずされます。簡易版ローカルファイルとは、国別報告書マスターファイルの提出に関する一般的な内容のほか、報告を行う事業体に関する説明が求められます。一定の基準を満たした場合、簡易版ローカルファイルに加え、パート A、B から構成される完全なローカルファイルの作成、提出が求められます。まず、パート A は全ての関連取引に関して定量的、定性的な情報開示が必要とされ、納税者がローカルファイルのパート A を法人税の申告書提出期限までに作成、提出することが求められます。一方で、パート B は重要な取引に関して、関連者間契約の写し、移転価格算定方法、APA の有無、財務情報等の補足資料となります。
ここからはオーストラリアにおける税務調査の動向について解説します。まず2019年にオーストラリアの税務当局は国内の販売子会社に関するリスク評価アプローチのガイドラインを公表しています。このガイドラインは5年間の加重平均の利益水準、こちらに基づくもので、この利益水準がオーストラリア当局が示す利益率のレンジ内に収まっているかどうかが判断基準の一つとなります。業界ごとに区分された機能リスクの程度と利益率のレンジでございますが、そのレンジ内にあるかどうかによってリスクが判断され、リスクがあると判断された場合には現状の移転価格算定方法が合理的であるか、子会社側の利益水準が適切かどうかを改めて整理し、このレンジより実績が下回っている場合には特にディフェンス文書を作成するとともに移転価格の見直しも含めて検討すべきものと考えられます。またリスクが一定程度あると判断された場合には必要に応じて事前確認等の手段も検討することが推奨されます。オーストラリアにおける移転価格調査課税の状況ですが、アフターコロナの足元、税務調査の件数自体が増加傾向にあります。その中で資源や資本を活用する事業でリスクや無形資産の対価について争点となるケース、具体的には知財やノウハウといった無形資産に関わる取引、すなわちロイヤリティや譲渡取引に関して厳しい目が注がれています。またオーストラリア子会社の利益水準が低かったり、親会社側の利益率が大きく利益配分が適切ではないとみなされる場合にもメスが入ることが多いと言えます。その他最近では為替変動にかかる損失負担についてどのような方針を有しているのかを聞かれるケースも出てきています。そのため無形資産取引を中心に移転価格のポリシーを明確化し、実績のチェックとそれに基づく移転価格文書の整備を行うこと、またその場合オーストラリア側の規定に基づく文書、必要な情報を網羅することが求められます。この度は中堅・中小企業向け税務セミナーに基づく解説をご視聴いただきありがとうございました。今回はオーストラリアの税務・移転価格に関して解説いたしました。本セミナーの内容が皆様のお役に立つようでしたら幸いでございます。最後に簡単なアンケートがございます。皆様からのフィードバックが次回以降の事業の改善にもつながりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、本講義に関するご質問、ご意見などございましたら、登録時のアドレスまでご連絡をいただければと思います。その他、他国の税務に関する解説も準備しておりますので、お時間の許す限りご視聴、資料のお目通しをいただけますと幸いです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。